中国共産党は警告なしに洪水を放水し、多くの地域を浸水させました。洪水後の現在も、多くの人々が家を失っています。先日、河北省当局のある文書が暴露され、世論の反発を引き起こしています。最近、保定市管轄の卓州市、来水県、高費店市、定州市などは深刻な洪水に見舞われており、中でも卓州市は最も深刻で。 多くの死傷者を出しています。先日、河北省保定市の災害保障に関する文書が明るみになり、世論の反発を招きました。その通知には、被災者には一日三十人民元約六百円、最大十五日間しか保障されないと記されています。死亡した被災者の家族は二万元約四十万円、家屋が倒壊した家庭は一家族最高四万元。 約80万円までの義援金しか受け取れまませんまた田畑は今後収穫できないため一ム約201坪あたり9元約180円しか支払われませんこのニュースが明るみになった途端ネットユーザーから罵声が殺到しました一部のネットユーザーは「中共の目には人命が本当に無価値に移るのだ」と嘆いておりまた 今回の洪水による死傷者は特に多く、地元政府にはその費用を支払う余裕がないと考える人もいます。中共当局の無警告の放流により、河北省各地が大きな被害に見舞われました。多久州市のあるネットユーザーは洪水から半月が経った。今も自宅は壊滅的な被害を受け、いつ通常の生活に戻れるかわからないと言います。 还是没有水8月13日、広東省慶州市の住民が青紫色の光を放つ複数の未確認飛行物体を撮影しました。映像では青紫色の光を放つ複数の飛行物体が一定の速度で移動しています。 雲に覆われていたため、詳しくは見えませんでしたが、多くのネットユーザーは ufo ではないかと推測しています。また、流星群か彗星ではないかという意見もあります。中国の信託大手昼食集団の傘下にある中、優信託が最近様々な投資商品の支払いができない状態が続いています。そのため、影の銀行と言われる。 シャドーバンキングシステムのリスクに対する市場の懸念が高まっています。中優信託は今年総額395億人民元約7882億円270の商品が満期を迎えようとしています。8月11日市場の噂では昼食集団の債務不履行により中優信託は支払いを停止したといいます。同日夜中新宅は 同社は通常通り操業しており公式情報は正確ですと回答しましたブルームバーグはシャンソン・コーの役員である陳法氏のコメントを引用し現在最大の問題は昼食集団に関連するリスクをどのように切り分け信託業界全体の信頼崩壊につながらないようにすることであると述べました最近中国最大の不動産会社の一つであるヘッキ経営が 期日までに2250万ドル約32億7000万円の債券利息を支払えなかったことにより市場にパニックを引き起こしました8月7日中国最大の不動産デベロッパーであるヘッキ経園が総額10億アメリカドル約1450億円相当の2つの債券の利息を返済できないことが明らかになりましたその後、ヘッキ経営は創業以来、 最大の困難に直面していると表明しています8月14日から壁経営は約10の債券の取引を停止しました同日同社の香港での株価は18.3%下落しドル立て債券の価格もそれに高応して下落しました壁経営の債務不履行は実は広大集団の債務不履行よりも深刻です壁経営に対して国の支援は非常に毅然としていますが それでも平均敬遠は2,250万ドルの利子さえ支払うことができません。これは中国の住宅市場が救済不可能であることを意味しています。NTD ジャパンがお伝えしましまた